東京オリンピック期間中の鉄道の運行について終電時間の繰り下げが発表されました。東京オリンピックでは午後11時以降に終了する競技があることから、東京都と大会組織委員会は東京圏の19の鉄道事業者59路線で終電時間を延長すると発表しました。30分から最大で2時間ほどの繰り下げとなります。終電時間は JR 山手線内回りでは池袋駅発の午前2時ごろとなり、最も遅いのは横浜駅発の横浜市営地下鉄ブルーラインで午前2時20分ごろです。また札幌ドームなど3つの地方会場13路線でも終電時間の繰り下げが検討されています。具体的な運行時間は4月に発表される予定です。